さーて帰るか。からの、おはようございます。昨日は無事に横浜から千里浜まで SSTR 走ることができて、なんとか完走できました。今日はその次の日帰るんですけど、なんかせっかくこのところまで来たので能登をちょっと回ってみようと思います。能登ぐるっと一周ツーリングしてみようと思います。頑張ろう。気持ち自体は怖くないんだけど、毛がね、かぶれるからね、後でね触るとあれめちゃくちゃ辛いんだよね、あれすげえ痒くなるし。いや、毛虫祭りだからな、この辺、この時期はな、山の中は。これもう、ゴムぶら下がってるよ。見えるぐらい大きいやつはいいけどな、走りながら見落とすサイズの小さいやつが1個もある。ちょっとブヨンビヨンビヨンしてるよ。ほんとビヨン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 してる。お、火がなくなれば、高い火がなくなればいなくなるから。いいな、あんとこ止めて一晩車中泊するのビヨン、いいな。密漁の警告がすごいな。そんなにいっぱいいるんだろうな。警告いっぱい出さなきゃいけないほどいるんだな、やるやつがきっと。すげえな、人もいねえし車もいねえし。すごい気持ちいい。海きれい。わあ、きれいだな。もいいんだけど、まっすぐで行けるらしい。そうか、海沿い行こう。行って、でっかいの飛んできた。いやー、能登最高だなこれ。3時間だな、でも輪島まで行って次の輪島のところまで行って12時半か。で12時半だとちょっとやっぱ後半巻きじゃなきゃダメだな、遅くなっちゃう。ふわふわした、やばい、あ、デンジャラ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 。何かが何かが不安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 してると思いました。視界の中で不安不安してたのはスマホのホルダーがぶっ壊れたっていうね。ああ。
そんな気はしてたんだけど、まあ、ぶっ壊れたものはしょうがないので T 字路右ね、はい、アナログで T 字路右で行きましょう。いやー、シャオビの重さに耐えれなかったか。ずっとガンガン走ってたからな、振動で下向いて見えないってグイッて上向けて繰り返してたから、それ俺もするか。完全な素材疲労でへし折れた根元から。充電ケーブル挿してたから下に落ちなかったけど、充電ケーブル挿してなかったらと思うとゾッとするわ。あ、T 字路この右、これ多分通りに戻ってきたなと思うんだけど、246だもんな。25度、いや通りであったかいわけだ。でもちょっとジリジリしてるもんな。まあでも爽やかだから止まってるとしんどいけど、走ってるうちはすげえ調子いいわ。漆の里、輪島塗りとか言うもんな。お、美術館に違うの、あ、いいとこ、漆芸美術館に近づき、その手前で漆芸美術館の信号を曲がった方がいいって書いてあったの。あ、これだな、多分これを左に曲がっていった方が多分空いてるんだと思う。そんなことねえと思うけどな、まあ、いいか、曲がってみるか。どういうことかな。で、これかな、でもあとこのままずっとまっすぐだ、すぐなので、どっかでガスを入れておくか。なさそうだな、ちょっとコンビニ入るか。ちょっとルートチェック、246号沿いに行けばありそう。高い、ちょっと無理くり感は否めないけど、とりあえずよいしょ、いけんじゃね。下がすごいんだ。あー、これはすごいね。いい景色だし、あそこに道の駅ができるのは分かるな。北鉄奥野と新聞屋さんが北国新聞とかだったかな、名前が。冬の荒れてる海時はこの辺すごい水かぶりそうだな。バッシャンバッシャン、風が強いな。だんだん風が上がってきた。でも気持ちいい。
この辺も塩を取ったのかな。塩屋さん、ちょっとね、塩屋さんで来たかったんだ、ここ。塩屋さん到着。その砂が乾いていくと結晶がつきますので、はい、それを今ここはここだけですね、はい、正直に言うとこれは現在近くないですね、うん、結構海が遠いので、うん、これを作るの大変です、はい、運んでみますか、これだけでさ、そうです上がんないよ、昔は浜の作業だったので、まあ、本当に海の狭いです、ね、まあ、現在は水分ですね、イギリス人みたいな人がやってた伝統的な塩を、この人はきっと塩に魅せられてハマっちゃったんだな。そして塩羊羹、塩羊羹を1個買ってみたので、ひねりながらお分けください。お、綺麗。うわ、そっちかい。そっちが抜けんのかい。あ、抜けたからいいや。うん。もっとしょっぱいのかと思ったら、結構甘い。うまーい。車だったらな、持ってかれるけど、バイクでちょっとな。うん、疲れてるからちょうどいいわ。暑いから塩分もいいし。いただきました。うまいこれ。輪島塩さんありがとう。輪島製塩さん、羊羹マジめちゃくちゃうまかった。暑くなかったら、車だったら持って帰れるんだけどな。輪島市を出て13,400キロ。いや、止まっててやっぱ暑いな。走ってれば涼しいわ。ちょうどいい。すれ違うバイクほぼ 100% ツーリングライダーだからな。やえが必ず帰ってくる。いやでもたまらん。全然見てないこやつで加速気まずいから加速。うぅ、景色雄大だな。元平家の里、そんでやってた。まあ、やってるって平日だからな。平日だからやってると思ったけど、地方だからな、急に休みとかもあるんだよな。念のため早めに入れてよかった。のろしまで30キロ。まずいわ、ポケットパーク。自然が売りだからやっぱり所々に
休憩スペースがあっていいね。ペットパークがポコポコあってトイレもあるし、しかもどこもトイレ綺麗なんだよね。お、これ随分新しいアクアだな。レンタカーだけど現行の最新も最新のアクアだな。これ全く周りを見ていない。で、パーキングかな。空いてて最高だわこれ。いやー気持ちいい。岩礁の上が塩で真っ白になってるもん。与論島の23キロちょっとやっぱり押し気味だな。やっぱ塩屋さんがいっぱいあるんだな。ああ、これは塩作ってる。この辺だな。パーキングがある。いや、綺麗なのがいいと思う。恥ずかしいな。しょっぽいのが並べたくないな。想像したのが1万倍ぐらいでしょ。ちっちゃいな。かかるからいいや。大崎島。そこは、あ、なんか潮が引けば渡れそうな感じだな。橋があったっぽいな。橋脚になってる。なんか自分用のなんか船下ろし場みたいなのあっていいな。そこならな、ジェットでバンバン走ったって誰にも迷惑かかんでしな。定置網にかかったらあれだけど。あと20分、ちょうど2時ぐらいだな、のろし着くのが。2時か。いやー、だいぶ押したな。のろしには12時ぐらいに着くと思ったんだけどな。4時間ぐらいあれば行けたかなと思ったんだけど、ちょっと全然届かなかったな。寄り道が長すぎた。全身黒ずくめでピースが見えない。ハーレーさんか。駆け上がってる感じ。あー、すごい登りだこれ。4速上がんない。うん、高い。一気に標高が上がった。またぐいぐい登るな。これ自転車きついな。酸素もきつい。11% あんのかよこれ。酸素じゃ上がんねえよ。バンクしながらじゃ上がんない。
椿展望台。椿茶屋。ああ。家もあった。民家あんだ。すげえな。ちょっと民家ある。ここは車がないと生活できないな。結構あるもんな、街から。商店がどっかにあればあれだけど。下は町になってんだ。町、集落と年上だけじゃないな。お店はあんまなさそうな感じ。寄り道パーキング。あ、海岸があるのか。あ、じゃあお店ありそうだな。観光客向けのお店がありそうだ。道の駅のろし。のろし。ちゃんとバイク用になってる。ありがたい、ありがたいことです。よいしょ、気をつけて。のろし到着。こうなっちゃうな。こっち向きで。こっちからパラパラか。こっちからパラパラか。バイク4台。お願いします。いいよ。はい、どうもです。塩を買ってしまった。どんだけ塩買ってんの。どんだけ塩好きだよ。しょうがない、塩好きだから。ちょっとそれ行ってくるか。どうせだからその先に800m もある。 800m もあるのか。ちょっと遠いかな。すでに暑いんだけど。800m いらなかったな、これ。置いてくれよかった。よいしょ。じゃあ、せっかく来たから灯台行きたいけど、いや、きつい。ああ、この登りきついな、これ。こんなおじさんは誰得だよ。でも、いいね、景色は。もう、足がガクガクなってきた。お母さん、ここまで上がってくるのも大変でしょ。畑じゃ、来るまでが大変だよな。頑張って、元気でやって。ああ、でも景色いい。遠かったな、これ。ずっと C32 スイフト。こっからでもこれ以外ないもんな、道。この坂上がってくれんの、スイフトで。結構狭いぞ、これ。これ以外道ないもんな。だけどお母さんか、違うな。
ちょっと押しすぎだよな。もう2時半だもんな。こっから戻って3時間はかかるべ。ぶっ続けて走っても3時間はかかるから、暗くなる前にできれば着きたいんだけど。バイク増えてきた。いやー、使ったー。いやー、おっちゃんに捕まった。3時10分のろしを出発。とりあえず能登島まで戻って、能登島のお風呂に入りたい。2時間5時か。